お疲れ様です、吉田さん。僕よりダメなやつがやってきた。ね。まあ実はね、ドラえもんの作品の中で、のび太くんにとってはとっても運が良かった回があるんですよ。それは、転校生で、ダメくんっていうのが来たんですよね。で、ダメくんっていうのは、のび太くんよりもダメなんですよ。スポーツやってもダメ。勉強やってもダメ。何をやってもダメ。そんな感じでね、 ののび太くくくんんがもすすごく、ね、嬉しくなるんですよいやー僕よりダメなやつがやってきたよ、ね、だからのび太くんは早速ね今で言うとマウントを取りますダメくん一緒に宿題やろうあれこんなとこ間違えちゃったのここはねこうじゃないんだよダメだなーダメくんはあそうなのごめんねありがとうねみたいな感じでのほほんと受け答えしてますでスポーツをやってもねあの静香さんがいたんですよ しずかちゃんの前でのび太くんはかけっこが早いところを見したくってダメくん一緒に競争しようって言ってねダメくんが自分よりも遅いことしてて競争するんですよでしずかちゃんの前で自分がダメくんに勝ったところを見てねすごいだろうみたいなのを見したがるわけなんですよねその他ねいろいろあるんですけどもことにおいてのび太はいつも自分がジャイアントかスネ夫にマウントを取られてるのをねここぞとばかりに 同じようにダメ君に対してね、俺のが勝った、俺のがすごいっていうふうにしちゃうんですよね。で、そうやって気分を良くしてるところを、あのドラえもんがね、こう、あるね、機会で教えてくれるんですよ。それは、のび太君とダメ君の関係をずっとテレビで見ててね、画面で見ててモニターで。で、のび太君と、お、こうドラえもんがね、それを見ながら、のび太が、ほら、 ここもね、僕の方ができたんだよ。ここの方、ところもね、ダメ君に教えてあげたんだよって、気持ちよく解説してるんですよ。で、ドラえもんが、じゃあ、配役を入れ替えてみようかって言って、画面で映ってるダメ君のところに、のび太君。そして、画面で映ってるのび太君のところに、スネ夫とかジャイアンっていうのを入れ替えながら見せるんですよ。つまり、通常と同じところを見せるんですよ。そうすると、のび太はゾッとするんですよね。あ、いつの間にか、僕があれほど、いじめられて、 悔しい思いをして、涙流して、嫌だった、のび太が、ジャイアンとかスネ夫にいじめられてるところをね、なんだ、僕もこれやっちゃってるよ。弱い者じみしちゃってるよ、みたいになるんですよ。で、のび太は考え方を変えて、ダメくんがいじめられそうになってるところを、勝てもしないのに、そのダメくんの前にね、こう、立ちはだかって、いじめっ子に対して、 立ち向かっていくんですよね当然2人してやられちゃうんですよ。でしばらくするとダメくんがまたね転校することになっちゃったんですよ。でダメくんはのび太くんのところにやってくるんですよね。のび太くん僕はいろんなところ転校したけどものび太くんほど僕は優しくしてくれた人いなかったよってからね。で一緒に宿題やってくれたりとか一緒にかけっこしてくれたりとか時には。 いじめっっ子かか、ら守ってくれたりとか絶対忘れないよっていうふうに徹頭徹尾感謝して転校していくんですよねでのび太くんはものすごく自己嫌悪に陥ってしまって一つ学びを得たっていうまあそういった漫画なんですけどもねで私もそれ見てねあこれ本当、最初はのび太くんよかったねと思ったんですよあお前のび太よりもダメなやつがやってきたじゃんよかったじゃんのび太みたいなねやっとお前の春が来たかと思ったんですけどもでもだんだんと「待てよ」と。 こういうふうに自分よりも相対的に踊った人を見て安心しちゃうっていうのはなんかちょっとせこいよねみたいなね。だから最後にダメくんをいじめっ子から守ってっ立ち向かっていったのび太くんかっこいいなと思ったのとね最終的にダメくんがそれでものび太くんに感謝してるところとかねで感謝されたのび太くんが逆にものすごく恥ずかしくって本当のこと言い出せないような複雑な気持ちを見てあ一つまた成長したなと本当に出会いっていうのは 運んだなぁと思ったわけですよね。うん、まあ吉田さんがね100万円をこう返してもらえなくってやべえと思ってやった結果キャンペーンが当たってもう一回やるかみたいな感じでずっとキャンペーンやって結局100万円なんてね気になんないくらい力もついて大きな売り上げを上げたっていうのは多分その100万円を持ってとんずらした人っていうのは仏様だったんじゃないかなと。ね。だから兄貴にも通じますよね。 兄貴が金がないっていう人にどん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 渡していったら、まあ、ほとんどの人は帰ってこなかったけどもその中のね何人かが本当にあの時は助かったこの土地をあげるよっていうふうにやっぱりね全員が全員とんずらこいてぽいじゃなくって何かこう帰ってくるものあるんだろうなと思うんですよ。で帰ってこないこともあるけどもその時は自分の中でね次のステップを踏めるんじゃないかなと思うんですよね。 それが強さであり知恵でありビジネスなんだろうなと思いますねだからね頼りたくって頼りたくって頼りたくって悩ましくて悩ましくて苦しくて苦しくて苦しい時に誰にもそれを打ち明けないっていうところがうちなる自分を呼び起こしてくれるんじゃないかなと思うんですよだから痩せ我慢って結構役に立つのかなと思いましたねまあそんなところでございました 僕よりダメなややつがやってきた、まあ、そんな「ドラえもん」のね、えー、1話シリーズからちょっと学びを得たかなっていうドラえもんファンでいた私はちょっと運が良かったなと思うところでございます。いってらっしゃい。